クリックすると、ドイツ語のアルファベットのプレゼントがもらえるよこんにちは、まぎしです。今回は、ドイツ語のビテの使い方を勉強していきたいと思います。一つあの,の使い方は、以前、ありがとうの動画で勉強したと思うんですけど、あの、一番簡単に、あの、例えば、ありがとう、ダンケって言われたらビテを返します。ダンケビテダンケビテ で、ちょっと丁寧に、ダンケシュ s って言われたら、ビテションって返します。ダンケシュ s ピテ ö n bitte s c ピテ n d a その時、そのシチュエーションに関してビテの意味は、どういたしましてっていう意味になります。でも、ビテは、どういたしましての他に、いろんな使い方があります。それは今回の動画で紹介していきたいと思います。次は、あの、ちょっとその、 英語の「プリース」っていうあの使い方もあるのであのそれも紹介していきたいと思います「einen Moment bitte」なんか「ちょっと待っててね」みたいな「a moment please」だからそこの英語の「プリース」と全く同じ型のビッテを使います「einen Moment bitte」でビッテを使うことによって言葉が言葉自体が丁寧になってきます

で、鍵なくしたから、鍵をなくすのはなんかこう、探しに手伝ってくれる。ヒーフミュビテ、マネンシュルセービデアツフェンデ。だから何かに手伝ってほしいときにビッテを使います。ヒーフミュビテ、何々みたいな感じです。であと、あの注文するときにもビッテを使います。一番簡単な方法は、これください。そのくださいっていうのをビッテを使います。出す、ビテ。これください。出す、ビテ。

次の使い方としては、例えば電車の中であの何かこう座りたいなと思ってあの席が空いてるか、その空いてるかどうかの聞くとき時のビッテっていう使い方もあります。Ist hier noch frei? でその時、はいどうぞみたいな空いてますよっていうときに、いや、いや、ね、ビッテビッテ。Ist h i て、寝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 て、t て、寝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  c h て、寝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 て、e て、 や、bitte、s e t z e ロブ i ムや i c h kein p r o ロブ e ムはい、どうぞ。よかったら座っててくださいあの。何の問題もないよ。迷惑じゃないよ。みたいな感じの,あの使い方ですね。で、あと、よく使うのは、なんか電話で聞き取れないとき、そのときにあの丁寧な V ビテを使います。e n t s c h u l d i g u n g ビテ Was haben Sie gerade gesagt? S'imasein, shaki nan te ka? Entschuldigung? Wie bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Mo ikka furikaishite kudasai. Entschuldigung? Wie bitte? Was haben Sie gerade gesagt? S'imasein, shaki nan te ka? Wie bitte? Wie bitte? War, denwa no tuki ni yoku tsukai masu. Wie bitte? Ato, 例えば授業の中で先生が言ってることも聞き取れなかったとします。その時もなんかビビテを言います。ビビテ、この字ですって wiederholen。ビビテ、ですって wiederholen。すみません、もう一回振り返してもいいですかみたいな感じに使うこともできます。あと、あのなんかこうお先にどうぞみたいな感じにあの使うこともできます。ビテ、ビテ。 なんかそのようにあの一つの言葉なんですけど「ビテ」は実はいろんな使い道がありますであの最後に「なんかビテ」のバリエーションをちょっと勉強したいと思います「ビテ」のほかに「ビテシューン」「ビテゼア」っていうのがあります「ビテシューン」はなんかこうありがとうみたいななんかこうあの若干丁寧、ね、で「ビテゼア」もそう「ビテ」「ビテシュン」「ビテゼア」 ねえ、この動画いいなと思ったら、動画のところにいいねをして、チャンネル登録、ここにクリックして、クリックして、あの、チャンネル登録してください。